もやっていきたいと思います。ってことで秋の月24日目、よしよし、いきますか。今日秋の月24日はね、はい、羊コンテスト、育て羊を競うコンテスト、愛情を持ってしっかり育てよう、場所は原っぱ広場、時間は10時から18時ってことで、みぞれちゃんが活躍する日だね今日は。頑張ってこう。さあそれじゃあ、ちょっとじょうろで水をやっていきましょう。もうなんかさ、植物の前でしか、じょうろが使えんようになっとるけんさ、無駄に水をまき散らしたり、体力を減らしたりすることがないけんいいよね。いい感じだよね。あ、やった、できた。こんな頻度でできるんやったっけ？さつまいも前の日もできたんよね、実は。この秋の月23日。動画外なんだけれども。海馬がちょっと伸びてきたよ。私、今までやってきた牧場物語ではね、海馬って、めっちゃ一番広いスペースを取って、この、何、畑のスペースを取っとったんやけど、永遠に生え続けてくるから、これでは結構狭いスペースにしたんよね。どうかな。いいよ。あ、そっか、前日に収穫したけどその後水やったけん、あの後2回水をやったことになるのか。これでだから収穫ができるというわけですね。なるほどなるほど。なるほど。よし。そして再び水をやっていく。その場でまた水やれるのいいよね。よいしょ。こういう風に作業をしている間に、みぞれちゃん活躍の時間が迫ってくる。やっほー、コッコ。あ、そう、コッコのね、餌が変えてなくって、ちょっと今日おやつで大丈夫？とりあえず外に出して、よいしょー。そして、はい、おやつ。とりあえず食べ物は与えたから大丈夫でしょう。そしてみぞれちゃんの調子はどう？良きですか？おやつを渡すつもりではなかったんだけど、餌を、これ餌普通にさ、その場で持ってくれればいいのに、いちいちリュックの中にしまうのやめていただきたいわ。よしよし。みぞれちゃんにはこの後活躍してもらうから、とりあえず小屋の中にいていただこうか。よし。それじゃあ動物たちを回って行きましょう。そういえば私ね、ちょっと誰か忘れたけど、誰かしらにコガネムシを頼まれたよね。今飛んでったのコガネムシじゃない？あれ絶対コガネムシよね。ちょっと待って。コガネムシよりもリスを優先していく。この時期多分コガネムシめっちゃいっぱいいると思うんだ。次見つけたら捕まえたいんだけど。とりあえず、網。よし。これで、でね、そうやってね。捕まえる準備をしたら出てこなくなるよね。てか、どれぐらいの間隔で虫とか復活しよるんかがよくわからんけんな。そんな飛び盛りみたいにすぐじゃないんかな。じゃあちょっと、ピチョンコの方に行くか。あ、やっほー。よしよし。すぐに見つかった。ってことで、ちょっと小金虫や。ほらね。取ろうと思ったらどこにもいないんだよね。つらい。誰に頼まれたんやったっけな。おーい、こっちはタマムシだね。絶対さっき飛び立ったのコガネムシや。くそー。つらい。パシャン川行こ。お、クマ、クマや。なんかあれだよね、動物じゃないわ、あれはタマムシなの。お、虫が消えるのがさ、
動物の森よりもシビアじゃない。めっちゃめっちゃ早い段階から結構忍び足で行かんかったらみんな飛んでくよね。どんだけだよ、警戒心強すぎかよ。あ、10時だったやん。ちょ待ってね、あとウサギさん。いいよ、よしよし。さあ、それじゃあ行きますか。みんなもう原っぱ広場に集合しとる。やってきたよ、やってきたよ、みぞれちゃんの活躍の時が。今日は羊のコンテストをやってるぞ、参加するか。します。まだね、ハート半分なんやけどね。0歳みぞれちゃん行こう。みんなのところも可愛いね。みんなよく集まってくれたな。今から羊コンテストを始める。わー。審査基準は？まず審査員を紹介する。病院の医師、ロコット。あー、モコモコの毛、生まれたい。あー、なんでもないよ。好きなんや、羊。私もモコモコの毛に生まれたい。埋もれたい。そして動物屋のユウさん。毎年このコンテストは眠たくなっちゃうわね。1匹、2匹、3匹、すー。寝ないで。寝ないで。さて、次に参加者の紹介だ。ラムと羊のメイ。でもユウさん出とる時点でもうラムちゃん優勝だわ、これ。のび太と羊のミドレ。隣町のリナトーさんと羊のベルタ。この人初めての人、隣町。参加者の紹介も終わったところで、これより審査に入るぞ。さあ、ロコットにユウさん頼んだぞ。なぜロコットさんにはさん付けじゃないのか。それでは審査が終わったようなので結果発表に移るぞ。まずは第3位だ。第3位は、もう早速発表された。のび太とみぞれ。まあそうだろうけども。あら、まあ少し毛が絡まっているわ。もっとブラシをかけてあげてちょうだいね。そうすればふわふわ系になるはずよ。なるほど、来年も頑張ってほしい。次は第2位だ。第2位は、隣町のリナトーさんとベルタ。ほらー、もうできれいっす。大丈夫さ。少しずつ仲良くなれているようだね。来年はきっともっといい順位になるよ。放牧して自然にも触れさせてあげてね。そうだな。惜しかったな。来年は1位を目指してくれ。最後に、栄えある第1位の発表だ。第1位は、ラムとメイ。そうなると思ったよ。この羊の羊毛くれないかな。え、本気だよ。これで布団を作りたいんだ。最後に優勝者には記念のトロフィーを授けよう。ふわふわの布団いいよね。改めて優勝者に大きな拍手を。布団って羽毛布団じゃない、羊毛布団。以上で羊コンテストはおしまいだ。今年もいい羊コンテストだった。今年悪い結果だった人も来年頑張ってくれたまえ。それではまた来年。これで初めて羊コンテストに参加したっていうスタンプはもらえたけん、よきよき。あ、やってきているじゃないか、ビーナさん。どうもしないけどね。特にどうもしないけどね。うん。おー、びっくりした、目の前にロコットさん。さっきちゃんとした評価をしてくれた。あれ、あ、そっかそっかそっか。私は鶏の餌を買いたかったんだけど、この時間はもう空いてないかな。空いていないような気がするな。ほら、15時まで閉まってる。時間外でも売ってよー。売ってよー、知り合いでしょー。知り合いだからなんだって感じだけど。この時間はもう、あれか、働いてない。みんな働いてないのかも。あれ？ご覧くね？寝た？いや、そんな早くは寝ないはず。どこ行ったの？あ、もしかして向こうの広場みたいなところかな。あー、今のコガネムシじゃないの？コガネムシでしたよね。あれ、コガネムシや。ちょっと待って。私は。びっくりした。もうやめてよ。なんでもないです。こんなところにいたのね、ペンターさん。ちょっと待って、私はね。あれ、ちょっと待って。ん？虫
は身が構えれないんですが、どうすれば構えれますかね。あれ？ちょっと待って。え？虫網構えれなくね？あ、そっか、事前に構えるんじゃないんやけど、ドラえもんって。近くに行って、よっと！あー、なるほどね。やったー、コガネムシ捕まえてよー。で、コガネムシを求めてるのは誰でした？お使い。なるほど、ブラスさんか。ダンゴムシ10匹くれるん。いらねえ。ダンゴムシ10匹入って渡されるのに地獄やん。ちょ、待って、ブラスさんはどこ？あ、ザザンミサキか、オッケー。ブラスさん、ブラスさん、コガネムシ。星 1.5 やで、ほらほら。捕まえたよー。なあ、この間のコガネムシはどうなったんだ？手に入るのか？入ります。さすが伸びたらぜ。あと冬の月の6日までになんとかお願いしたいんだ。よろしくな。はい、どうぞ。やったぜ、ありがとうな、伸びた。伸びた、助かったぜ。またよろしくな。う、手渡しでダンゴムシ10匹。出荷しておこうかな。あ、ちょっと待って。ちゃんとどこでもドアを使っていこう。じゃないと置き忘れてくることになる。へえ、よいしょ。で、とりあえず、さつまいもも、12個入れておくか。え、違う。はい。オッケー。さあ、これでいいかな。あ、そうだ。鶏を中に入れておかなくては。こっこや、こっこや。さあ、帰るよ。よいしょ。今日はおやつだけだったけど、いい卵を産んでね。さあ、ということで、おっと、びっくり。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、あれかな、2年目には結構、いい結果になっていくんかな、どのコンテストも。そうなっていただきたいんだけど。あと今月残っとるのは？とりあえず、秋の収穫祭みたいな、あるよね。収穫祭？作物を競うやつ。それでちょっと頑張っていこう。